こんにちは。ひでばるパパになるってよ。ということで、今日は1月2日の、夜になります。実は今日ですね、ついに出産日を迎えてしまいました。本来であれば1月8日に来るはずが、予定が早まりまして、今日ということになりました。だから朝からすごくドタバタしていまして、こんな時間になってしまいました。そしてですね、朝の、実は3時にですね、陣痛が始まりまして、でその時僕は実はちょっと寝ていて知らなかったんですよ。で彼女の方も僕を起こさなかったので、朝起きた時に陣痛がすでに始まっていることを知りました。でその後、9時前後ぐらいになって、ちょっとね早めなんですけども病院の方に向かうことになります。その一部始終をですね、なんとか動画に撮っているので、その動画を今からお送りしたいと思います。それではどうぞ。今日のですね、夜の3時から陣痛が来始めまして、ただいまですねお昼の10時前後ということで、今から病院に向かおうと思っています。結構ねやっぱりしんどそうなので、このまま付き添っていきたいなと思っています。では、その時また戻っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。できる限り大丈夫、安全運転できますんでね。今ね病院に向かっているところです。陣痛がちょっと激しく来ている状況なので、ちょっとね心配ですね。大丈夫かな。はい、多分ね10分ぐらいだと思うからね。10分もかかんないのか。陣痛？うん。まあ向こうにねついてさえしまえば、まあ、気持ち悪さは大丈夫。ああそうだ、袋を後ろのトランクに置いちゃったな。なんか戻しそうですか？今のところまだなんとか大丈夫ですか？急いでいきますけどね、はい、なんか戻しそうな時の袋とかってあったりします？私も実はあるんですけど、はいはい、車の中トラックの方に入って、あ、なるほど、一緒なカバンの方に入れっぱなしで、あちょっと僕も今トランクに入れちゃったんでバカだなって思いますね。大丈夫ですね。ですね、今ちょっと病院に向かっているところで多少吐き気がある状況なんですけども、ちょっとね袋をトランクに置いちゃって、いやあのボンミスですね、やってしまいました。あ、また来た？来た。うん、やっぱこのタイミングで出てよかったね。もうちょっと後だったら多分救急車だったでしょこれ。ただちょっとね、もう半分が来ましたからね。はい、一番これで信号がないけど、でも今日はね暖かいから、まあ、まだよかったよね。ねえ、富士山が綺麗に見えて、いやこれでねちょっと寒かったりしたら大変だったというか、雨とか雪とかね、吐き気きつい、それは収まった、うん、ちょっともしかしたらね、あの横になってたからね気持ち悪かったっていうのあるかもしれない。横になってると結構ね吐き気って強くなってきたりするから、寒さは大丈夫。今日は比較的ね風もないから、ついてさえしまえばね多分大丈夫だと思うから。落ち着いた？陣痛、うん、あ大丈夫。
ごめんなさい。はい。ちょっと無理しちゃいますね。呼吸をね。マスクあれだったら外しといても大丈夫だよ。呼吸をね、じゃやっぱりちょっと保たないといけないから。もう見えますからね。はい。もうちょっと。私も3人の子供の父親ですから。あ、大変だったでしょう。全然何にも知らないです。あ、そうですか。年寄りですからね。あ、昔の人間だから、こんな旦那さんのようにこうやってまめに、そんなことは何にもできないんで。そっか、ね、昔はあれですか、ご自宅で出産とかですか。出産は病院で3人ともやりましたけどね。うん、任せて。ああ、そうですか。まあ、よくでも無事に3人ね、生まれましたよね。さあ、もうあれだ。はい、はい、もうすぐですよ。はい、わかりました、ということで病院にね、今着きそうです。建物がほらね、もうすぐですから、ね、そうですね、やっと来ましたね。入るときちょっとガタッとするかもしれませんけど、はい、それだけ勘弁してください。はい、さあ着きましたよ。はい、目の前見えましたね。はい、どうも。はい、着いたんでね、ちょっと今から、はい、降りていきたいと思います。はい、ガタッとします。ごめんなさい。はい、どうも。ということで今ですね、病院の中にやって、ただいまですね、着替え中という、状況です。これからね、どれぐらいで、出産まで、経過できるのかというところがすごく気になるところですけども、ね、ちょっとじゃあこの後また撮っていきたいと思います。ですね、今病院に着いたばっかりなんですけど、実はもう子宮口が全開の状態で、もうちょっと生きんだら生まれてしまうっていうところらしいです。だから多分ね、家でもうその苦しい部分をだいぶ経過してしまっているのかもしれないですね。だからちょっと一回ね、実は電池が切れそうなので家に帰ろうかと思ってたんですけど、そんな時間はなさそうだなという感じです。じゃあちょっとこのままで、撮影を続けていきたいと思います。はい、じゃあ荷物をここで。ちょっとだからね。ご主人さん、お水か何か準備してますか。あ、やっとくのが、あ、お水なんか飲むもの。あ、僕は別に。あ、奥さん用の。あ、でも持ってきてないです。じゃあ今から買ってきても。あ、でかいカバンにお茶が入ってる。このカバンに水が入ってる。あ、じゃあ、はいはい、じゃあそれを用意していただいていいですか。あ、OK です。じゃあちょっと失礼します。
感じ。頑張ってね。そう、とても上手。そうだよ。さ、そうそうそう、赤ちゃん押し出す感じ。ってことあるんですか。この後します。あ、そう、そう、さあゆっくりじゃあ今の時期入って、そうです、そうです、おっぱいさん、ちょっとお股の間に赤ちゃんの頭挟まってきそうなの分かります？ここにいるんだけど、お股に挟まってる感覚分かります？ここ、ここに赤ちゃんの頭がもういる。わかんない。わかんない。わかんない。でもこれね、赤ちゃんでもここにあるのね。そう、だからここに圧迫されてる感じ、赤ちゃんの頭です。うん。だからここにもういるから、もうあとね、何回か生きんでいくとね、多分そのうちね、生まれてきてくれるよ。そんな早くですか？でも陣痛、昨日の夜からですよね。はいよ、おいで、来て。上手。そうそうそう、とっても上手。いいですよ。引き継ぎしてもう一回するって言ったら、そう、とっても上手、いいですよ、うん、上手、そう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 、とってもいい感じ。頑張れ。そうですね、そう、いい感じです。うん、じゃあ一回、じゃあ休憩、もう一回行きますか。どうぞ、いいですよ。そうそうそう、とっても上手、いい感じです。とっても上手、すごいすごい。そう、今一回深呼吸して赤ちゃん、ああどうしよう、痛いね、痛いね、痛いの、あ、いいですよ、いけんで、それ最後に行ったら赤ちゃんに酸素あげる。一回息継ぎして、うん、深呼吸ね、深呼吸ね、痛いね、うん、どうぞ、いいよ、どうぞ。とっても上手。大丈夫だからね。前に吉住さん書いてくれちゃった。あ、そう、とても上手。そうですね、とてもいい感じです。一回赤ちゃんもだいぶここに挟まってきたから違和感あるんだけれども、一回赤ちゃんに酸素あげようかな。深呼吸ね、深呼吸、息吐く、呼吸しよう。そう、息吐いて、はいはいはい、いいね、いいね。廊下にあるお荷物って必要品とか大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、はい。はい、大丈夫です。あの、持ってきてもらっていいですかね。あ、わかりました。はい。なんか荷物あったの。へぇ、一回息吐こうかな。多分3回ぐらいかしら、息吐く。はい、一回呼吸して。はい、はい。うんうん。そうね、ゆっくりゆっくり。手の力も全部抜いて、うん、ちょっとリラックス。そうね。そう。お母さん、赤ちゃんの音聞こえます？音音、このシーン、うん、聞こえる？赤ちゃんとっても元気です。ね、そのね、呼吸も上手だから、その感じでいきましょう。もうね、この辺、赤ちゃん頭がもうちょっとしたら見えてくるから、うん、あとちょっと。ゆっくりね。
さあ今どこが一番痛くなります？下のお尻、ここ、腰、前の、あ、このとこね、骨じゃなくてこの辺ね、うん、それ赤ちゃん挟まってくるからね、そこです、出てくる場所ね。ちょっとだからね、いいよ、力入れてください。ここなんかいけると思う。ああ、そうです。だからもう本田先生呼んでもらって大丈夫です。じゃあ前田先生呼んでもらっていいですか？いける。そう、さあいいよ、一気にで、そう、痛い時こそ頑張ってぐーっと赤ちゃん押し出してきます。赤ちゃんで頭が出てくるから、すごいすごい上手、うん、そう上手。さあ手もたれ少しだけ上げますね、ごめんね、すいません。お尻ね、もうちょっとこっち真ん中で、ありがとうございます。そうそう、体ね、まっすぐしないと赤ちゃんね、向き間違って回ってきちゃうので、しっかりとまっすぐにして下にしゃがみ込むような感じで息を入れますよ。赤ちゃん産むから頑張りますよ、うん、お尻ね、私の方にぐーっとね突き出すイメージね。そう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 、もう下ろしてくる感じ。足パッタン、そう、足は踏ん張ってね、足パッタン、手は引っ張ってね、これね、グッてね、ちょっとね、息みがそんなに強くないんですよね。あ、そうなんだ、ちょっと、うん、つくとこかね。ありがとうございます。それはいいんですけど、もうちょっとね、もうちょっとだからね、もう今最終段階だね。そうね、縦がいないなって。さあいいよ、来た、そう、そうです、とっても上手。さあこっちの方にグッと、こっちの方にお尻を突き出すイメージ。頑張れ頑張れ、目開けて、目開けて、目開けてね、おへその方、頑張れ頑張れ、おへその方見てください。もう一回どうぞ。そう、とっても上手。そう、息止めて、そう、上手、頑張れ。そう、いいですよ、息継ぎしてもう一回来て。そうです、とっても上手、そうだ、そう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 、とっても上手、いいですよ。あ、すいません、お願いします。そう、もう一回どうぞ。頑張れ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 、そうそうそう、そう、いいですよ。さあ一回じゃあ休憩しようかな。さあさあ、頭がもうね挟まってきます。今ゆっくり深呼吸、失礼します。
頑張れ頑張れ。ちょっと待った。